はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第25弾やっていきます。で、前回と前々回ね、曜日、そして月の特集やったんですが、今回からね、また通常に戻ります。で、今回この10個なので、この状態でテストしたい方はぜひ動画止めてやってみてください。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番、発音がリバーです。リバー。まあ、リバーって日本語で聞いたことある人もね、あるかもしれないんですが、意味は川ですね。リバーで川。で、次がブレックファーストです。ブレックファースト。で、これで、朝ごはんですね。朝食。で、次、発音がチャイルドです。まあ、これはピンとくるかもね。チャイルド。これで子供ですね。で、まあ、チャイルドで大事なのは、これの複数形を覚えてください。で、基本的に複数形を表すときは、まあ、最後に S をつけることでね、複数を表すことができるんですが、チャイルドは、複数形。チャイルドに REN。これ、チルドレンですね。チルドレン。これが複数形、子供たちになります。なんだ、歌手というかバンドのね、ミスターチルドレンとかが好きな方は、自分大好きなんですけど、まあね、ピンとくるかもしれないです。これ、チルドレン。子供たちですね。で、次がグローバルです。グローバル。で、グローバル。まあ、グローバルもね、日本語で言うときあるんですが、これ、キーワードとして、地球っていう、まあ、地球のがちゃんと覚えてほしいんですけど、地球っていうキーワードと、まあ、世界。まあ、世界の中の世界規模とかでね、よく言われるんですけど、ごめん、規模の方、どう忘れちゃった。ごめんよ。世界規模のみたいな。こういった意味で使われます。まあ、グローバルに活躍するとかって言い方をするんですけど、日本語でも。まあ、世界規模で活躍、世界で活躍することをグローバルに活躍するとかね。で、これの、まあ、ちょっと似た単語で覚えてほしいのが、最後に、グローバル、これね。に、ly。これがくっつくと、これもともと地球のっていう、こっちは形容詞なのね。で、それが副詞に変わります。ly がくっつくことでね。グローバリーって言うんですけど、これで、世界的にとかに変わります。世界的に。で、これは両方とも覚えてほしいんですが、もともとのグローバルの地球とか世界規模っていうキーワードを覚えておけば、こっちもね、世界的にっていうそのキーワードがずれてないので、まあ、まずこっちのグローバルを覚えておくと、で、いいかなと思います。で、例えば、このグローバルの後ろに、ウォーミング。ですね。グローバルウォーミングって言うんですけど、これ地球温暖化って言います。これはよく出てくる。グローバルウォーミング。例えば長文とかでその地球温暖化に対することとかが書いてあるとよく出てきますね。まあ注釈でね、そのグローバルウォーミングが地球温暖化って書いてくれることもありますけど、まあ覚えておいて損はないので、もしよかったら覚えておいてください。で、次なんですけど、これね、ローマ字読みをすると、ホスピタルって言います。で、ホスピタルって、これ日本語で使う場面あるんですよ。で、ホスピタルって何かっていうと、これ病院なんです。ホスピタル、病院ね。ただ、発音が最初、歯なんです、これ。HO なんですけど、歯。で、最後の TO みたいな感じになるんで、ホスピタルっていう感じになります。ホスピタル。ね、ローマ字読みとちょっと発音が変わるんですが、まあね、発音覚えておいてください。で、次も、まあ、日本語で使うってそんなのばっか言ってますけど、これもローマ字を見たらね、すると、ミリオンになるんですよ。ミリオン。これは、例えば、歌手の方の CD がミリオンヒットとか、っていう言葉聞いたことある方いるかもしれないんですが、それのミリオンです、これ。で、ミリオン。ミリオンヒットって100万枚。CD だったらね、売れることを言うので、100万ですね。あと100万のとか。100万っていうキーワードを覚えておいてください。ただ、発音がミリオンではなくてミリオンなんです。ミリオンっていう発音になります。で、次がサーチです。サーチ。で、サーチはすごく大事な単語で、まず、覚えてほしいのがそのようなっていう、この意味。まあ、このようなで使うときもあるんですけど、
あとはもう一個強調で使うとてもですね。これは両方とも覚えてください。such、そのようなとかとても。で、使い方として、例えば例、こっちでいいか。よく並び替えとかで狙われるんですけど、such、a、で、形容詞が入ることもあるんだけど、名詞っていう、この順番を覚えてください。まずは、such、a、名詞でいいです。such、a、名詞。まあ、そこに形容詞がくっつくことも多々あるんですが、例えば、じゃあ、どうしようかな。such a thing。thing ってこととかものって前やりましたけど、such a thing って名詞なんだけど、シングはね。そのようなことって言い方になります。such a thing で。で、他にも、例えば、such a wonderful day みたいな。wonderful って素晴らしい。day は日ね。だから、そのような素晴らしい日とか、いう時に使えます。とても素晴らしい日とも使えますけどね。such a wonderful day。このあの場所をよく狙われるので、この使い方覚えてください。で、もう一個。such だったら、まあ、例えば such as ほにゃらら。such as ほにゃららで、ほにゃららのようなって使い方があります。ごめんね。なんでこの辺も覚えておいてもらえると。such 結構ね、ほんとよく出てくる。大事な単語なので。で、次が another です。another。で、another は、キーワードとしては別ですね。まあ、ちゃんと別のって覚えてほしいですけど、これがアナザー。で、次は it's です。it's。で、it's はですね、まず意味変えちゃうか。それのとか、まあ、そのとか。こういった意味になります。で、今回これを取り上げた理由なんですが、これね、同じ it's でもアポストロフィーがくっつくこの it's があるんですよ。これアポストロフィー、これね、アポストロフィー浮いてるやつね。これくっついてない。くっついてるバージョンなんですけど、これの区別をつけてほしくて、欲したくてね。つけて欲しくてだね。今回ね、取り上げたんですが、結構まあね、塾講師の時に指導していく中で、ここの区別がね、まあこっちはもちろんピンとくるんですけど、これなんだっけみたいな。ここがね、結構多かったので、まあ今回取り上げたんですが、こっち。アポストロフィーがくっついてる方は it is これの省略です。もしくは it has のだからまあ it is だったらそれはほにゃららですっていう主語と動詞が両あるやつだね。それの省略なんですけどこっちの it っていうのは普通にそれのとかそのって意味です。でこれどこで登場したかっていうとあの I my me mine you you are you yours he his him his っていうのその主格とか所有格とか、あの辺の順番でこうリズムで覚えるじゃないですか。それの、it の段のやつなんです。it, it's, it, 最後のほにゃらのものはないので、it, it's, it, but, みたいな。そこで出てくるんです、これ。it's。で、それのって意味になります。で、ラストがカルチャーです。カルチャー。で、カルチャーは、意味が文化ですね。文化という意味になります。では、今回はね、この10個やらせていただきました。じゃあちょっと消していくんでね。よいしょ。で、前、ダラダラジオでね、この前話もしたんですけど、今日アップし、これ10日だよね。そう、10日にアップしてると思うんですが、明日からね、ちょっと、まあ、家庭の事情というか、まあ、お盆休み関係で、撮影がちょっとしにくくなってしまって、12、14、16って本当は偶数日にね、上げていきたいんですけど、ちょっと全部の日にお盆中ね、上げれるかわからないんで、もしかしたら、抜けが出てしまう日があるかもしれないんですが、まあ、お盆ね、終わったらちゃんと偶数日にまた上げれるんですけど、もしかしたらね、上げれない日もあるかもしれないんですけど、ちょっとね、お許しください。よいしょ、待ってね。よいしょ。では、今回もね、ここでご視聴いただき、本当にありがとうございました。またね、次回10個単語ね、やっていきますので、もしよかったら、そちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。